はい、どうもこんにちは、ティアスです。今回ね、大量のキャラクター調整の内容がすべて発表されたということで、見ていこうと思います。で、今回の調整は今シーズン末に、テストサーバーやってきて、そのままね、実装という流れになってますので、ハンターの新特質、ハンターの、強化などいろいろすべて見ていこうと思います。さあ、まずは待望の新特質、ハンターをね、見ていこうと思います。もう特質といえばね、鬼没とかね、感謝とか、もうハンターの将兵をも分ける必殺技ですよね。新しいの発表されました。こちら名前がまた翻訳変わる可能性あるんですけど、イケというね、名前でクールダイムは100秒で、ざっくりこの特質どんな感じかっていうと、小回りが効くようになった瞬間移動っていう感じですね。自分で瞬間移動先を設定して、最大 60m の範囲内で移動することができる。まず簡単に言ったらそんな感じ。まあその代わりに 60m 範囲内だから、まあ、60m って言ったら大体、フールズゴールドのツルハシ投げと同じぐらいの、距離感っていう感じになってます。で、実際の使い方なんだけど、これまだ映像がないから、まあ、イメージにはなるんだけど、まあ、多分ガラテアのピン投げの 60m っていう制限があるバージョンっていう感じの使い方で、その自分が指定した位置にポチッと押した瞬間に硬直が発生して、自分の今いる場所とその場所で、なんか装置をね、そこに設置するらしい。で、設置したらそこの、装置間でハンターが移動することができるっていう風に、書いてありました。まあ、これで、しかもすごいのが2回分そこの装置の間を移動できるっぽいんだよ。だから2回分瞬間移動が使えますよっていった感じになってます。で、その装置っていうのはずっと持続するわけじゃなくて30秒間、持続して、30秒経つと消える。まあ、もしくは自分でね、その装置を破壊してすぐさまクールタイム入れるみたいな感じの使い方が、できます。で、このスキルのめっちゃ大事なところが、結局ワープした後にどれだけ硬直があるか。それが本当に大事で、まあ、っていうのが、まあ、それ次第でチェイス中に使えるってことになるんだよね。強い窓とか板に対して先の方に置いておいて設置しといて、乗り越えた瞬間にわーいきなり現れてボーンみたいなことができたらめっちゃ強いんですけど、おそらくそれはできないかなと予想してます。だってそれできるんだったらさ、もう特質クールタイム短い鬼没だよしかも鬼没の距離感 60m のインチキ鬼没が絶対使えるってなるから、多分さすがにチェイス関与できるような硬直ではない気がする。瞬間移動の硬直はね、はい、っていう感じな気がする。で、その2回分ワープが行えるんだけど、ワープの連続でシュンシュンではできないように、1回ワープした後には3秒間もう1回ワープできませんよみたいな、まあ、感覚はあるっぽい、感じではありますよね。まあでも救助のシーンとかやっぱ強いなと思って、例えば自分がいつ前にいて遠回り傭兵見つけましたってなった瞬間に使って、移動して一発殴ってもう1回いつ前に自分が戻るってことができるから、その辺とかは強いけど、まあね、やっぱ初手瞬間移動ってことを考えたら、まあ結局やっぱ弱いじゃん。初手瞬間移動案とか芸者来た時考えてみ、めちゃめちゃ弱いじゃん。正直。やっぱ今いけるのって、初手瞬間いけるのって、まあ傲慢老人形とか、まあイタカとかぐらいか、っていう感じのキャラクターになるから、まあその辺で強い場面もあるけど、まあどうなのかっていう感じはある。まあ使っていくんだったら最初から使うっていうよりは、まあ後半で、まあ細かく立ち回りたいよね、みたいな、感じを守りたい時とかに使うと、まあ結構いいのかなっていう感じは、まあしますね。まあどうなんでしょうか。実際に使ってみなきゃわかんないけど。そしてさらにハンターの人格、傲慢が強化されます。これね、すごいですよ。今って存在感一段階に溜まったら傲慢ってね、途中で止まっちゃうんだけど、それが、止まらなくなります。傲慢を振ると絶対にハンターの、存在感1000分が、確定でもらえます。まあ、ただ、存在感1段階溜まった後っていうのは、その増加していくそのスピードっていうのは、落ちていって、その、ゆっくりゆっくり溜まっていくようになるっぽいんだけど、それでもやっぱ、十分すごい。1000溜まるっていうことは、あと3回殴れば、絶対マックスになるのが、確定するから、1回ダウン取ったら、1000分溜まりました。で、救助のタイミングで救助して殴るだけ。で、もう存在感溜まるから、最悪ちょっと1回目の救助の後に伸ばされちゃったとしても、絶対存在感マックスになる。っていうのがいいよね。それめちゃめちゃ良くない?うん、1回目の救助の後に DD 取らなかったとしても存在感マックスになるって考えたら、十分その、サバイバー側もちょっと見捨てもしづらいし、見捨てした場合、一発殴られちゃったらすぐ存在感マックスになるから、まあ結構その完全見捨てとかってなった時にも傲慢は刺さりやすいのかなとは思います。さあそして今回ハンターは3人の調整が入りました。白クロム城とグレイスと、サングリア、その3人が入りましたね。白クロム城ね、強化入りました。まあ前からね、存在感マックスの状態の強化をしようかなみたいな感じの二様性が公式からあったんですけど、今回3つのね、強化が入りました。まずは存在感マックスの球根。傘でワープした瞬間に足元にブイーンってなるやつ。あれの、モーション時間っていうのが2秒から1秒に短縮されました。これによってね、もう白クルム状使い全員が経験したでしょ。ゲートイン飛んだのに、球根モーションでブイーンって手広げてるから殴れずに出られちゃった。そのね、可能性がかなり減りますね。半分だよ。1秒って考えたら、まあ殴れる可能性増えてますね。うん。で、さらに、
それプラスでですよ、白無常の、通常攻撃の発生前の時間っていうのが、短縮されてます。通常攻撃の判定が発生する前の時間っていうのを白無常は、0.82 秒だったんだけど、それが 0.7 秒に短縮されました。まあ、ただこれによって、通常攻撃前のアクションだから、攻撃を振る時の移動距離っていうのは結局その、短縮された 0.12 秒分、は短くなってしまうんだけど、まあ、でもやっぱ攻撃の判定発生早い方が、まあ、越したことはないし、まあ、近い、調整をされた例で言うんだったら、あれだね、ジョゼフとかね、攻撃前アクションとか短くなる調整が入りました。まあ、された瞬間はちょっと違和感あるんだけど、まあ、そんなに、まあ、結局今それできついかと言われたら全然きつくないし、まあ、白無常の得意とするそのフラフォを使わせてその判定を吸わないようにもう一回振り向いて殴るみたいなこともあるんだけど、結局その 0.7 秒もあれば全然それができちゃうから、まあ、タイミングだけちょっとね、今までやってた人はちょっと変えなきゃいけないけど、そんなに、きついようなデメリット、マイナス効果のあるような修正では、ないと思います。そして最後はクロム城の方に強化が入りました。クロム城は窓乗り越え時間っていうのが2秒から 1.8 秒に短縮されました。 0.2 秒分の、短縮ですね。まあこれによって、まあクロム城が大幅強化と言われたらちょっと怪しい部分ではまああるんだけど、まあ全体的に白クロム城はこの3つによって、身体能力が変わったというか、まあやや強化された、まあ微調整くらいかな、うん、まあ強化というか、まあまあっていう感じの部分ではありますけど、まあないよりはマシだから、まあ特に、存在感マックスのやつとかは、まあ露骨に試合に影響するかなとは思います。さあ続いてグレイスですね。存在感1段階の時に使える強化、あれのクールタイムが、18秒から15秒に3秒短縮されました。まあこれ結構影響あるのは、まあ存在感マックスの方で考えたら2つ分で強化って、スタックすることができるから、2つ分合わせて6秒分チャージが速くなるって考えたら、まあでかいね。3秒って考えたら、まあ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 短いから、まあラッキーぐらいな感じ。6秒って考えたら、まあでかいと思うな。存在感マックスになってから後半の守りとかっていう風にね考えたら、うわ地味だけどなんか溜まってるラッキーみたいな、なんか見えない強さの部分を感じそうな気がする。さあ続いてサングリアですね。もちろん弱体化されました。2つ分のスキルが弱体化しました。まず1つ目は存在感0から使える、暗影の跳躍、影から影に移動する、もうサングリアの基本のスキル、あれの、影に新しい影に入った瞬間の加速、影の中で移動してる最中のあの加速効果、あれが今は 50% 足が速くなるという効果なんだけど、あれが 45% アップに変更されました。ただあの跳躍自体のスピードっていうのは変わってないから、まあ同じスピードでやってきて、より一層なんていうのかな、結構サングリア側の連動が求められるような調整が入りました。なんか同じ影にずっといるとなかなか加速効果が得られない、だからもうどんどん新しい影に移動して移動して移動してを重ねないと、なんかこのサングリア遅いなっていう感じの、まあ今回の調整で言うと、まあより一層なんか連動が出やすいような、調整が入りました。いいね。そして2つ目、同じく存在感ゼロから使える、影の追走、あれのクールタイムっていうのが17秒から20秒に3秒逆にね延長されました。まあこのね追走って本当に便利で、まあ、たくさん使うんだけど、正直サングリア使いからしたら、まあ、3秒増えたところでそんなに変わらん。まあ、確かに、追走って1回分使っちゃうとファーチとかでね、もう、相手のサバイバー目線ってめっちゃチェイスしやすくなるのね。けど、まあ、3秒分伸びたことによって、まあ、本当にファーチの使い方、1回分外したらもうほぼほぼない状態で追わなきゃいけないから、まあ、より一層使うタイミングは慎重にならなきゃいけないなと思います。はい、といった感じがハンター側の調整でした。まあ、やっぱ一番個人的にでかいなと思うのは、まあ、新しい特質だったりとか、まあ、傲慢が強化っていうのが、まあ、相当強いなとは思いました。傲慢フリー、より一層ありだね。傲慢今でも全然強いから、もうより一層ありだなっていう風に感じましたね。じゃあ後編で次はね、サバイバーを紹介していこうと思います。ではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。